ナポリ市内の大学に留学している日本人学生さんが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は日本人留学生さんが取った行動にイタリア人さんから称賛の嵐の話題です。海外、街ごと日本人に任せたい。ナポリ在住のイタリア人さんが教会前の広場で撮影した映像が海外で話題になりました。その映像の内容は、ナポリ市内の大学に留学している日本人の青年が教会前の広場でゴミ拾いをしている様子が収められているものです。撮影者が何のためにゴミ拾いを行っているのかを尋ねたところ、ナポリが大好きだからです、ゴミで汚された姿を見たくないんですとの答えが返ってきたそうで、その発言がイタリア人さんを感動させたようです。その日本人の青年は高校時代1年間イタリアで過ごし、タバコの吸い殻があまりにも多い街の様子に驚いたといいます。その後、派遣留学先のナポリで何か自分にできることをと、街をきれいにするため活動を始めたとのことです。活動はあっという間にナポリ中に広まり、新聞だけでなくラジオなど様々なメディアで紹介されています。実はこの清掃活動は撮影された日だけではなく定期的に活動されているようで、ペスカトーリ・ディ・ソンニという団体を立ち上げ、ナポリの街の清掃活動を行っています。団体名のペスカトーリ・ディ・ソンニとは日本語で夢の釣り師とのことで、ゴミ拾いなど小さなことを通して周りの人たちの夢を応援したいという思いが込められているとのことです。この映像は1週間で再生回数が350万回を突破するなど大反響を呼んでおり、コメント欄は青年、それから日本に対する絶賛の声が殺到していました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。実際の動画は説明欄に URL を貼っておきますので、後ほどご覧ください。海外の反応。あの日本人はナポリに住み始めて数ヶ月、それでもナポリを愛してきれいにするために掃除をしてくれてる。いつまでもあの青年に神のご加護がありますように。実際に彼らが掃除してる姿を何度か見かけたことがあるよ。あの日本の青年たちはただただナポリを愛していて、愛する街がきれいにあってほしいと願ってるんだよ。君たちを本当に誇りに思う。日本人ほど民度の高い国民は他にいないだろうと思う。前もスタジアムやロッカールームの清掃が話題になったよね。日本人の自然や動物に敬意を払う姿勢にはいつも驚かされる。俺にとっては一番模範としたい人たちなんだ。わざわざ文明人がイタリアまで強化しに来てくださった。この動画は間違いなくイタリア国内でバズるだろうね。早くあの青年に会ってハグしたい。ナポリ人はこの街を守っていかなくちゃいけないのに、それを分かっていながらも何もしない。みんなも彼の姿から何かを感じ取ってほしいよ。我々が日本人の市民意識に到達するまであと80年はかかるだろう。この映像を見たら、もっと日本人のことが大好きになってしまいました。日本人の民度の高さに被験する国民はそうはいない。イタリア人にとっては学ぶべき対象だ。ブラボー。まあ日本人からしたらイタリアの街は汚いだろうな。友達が日本で暮らし始めてからいい方向に変わったって言ってたけど、それも当たり前のことだったのかもしれんね。イタリアと日本との間には計り知れないくらい大きな隔たりがある。一応言っておくけど、当然俺たちの方が下だからな。驚くようなことじゃないわよ。日本人は他のどんな国民よりも優れているんだから。日本人の市民意識は全世界の模範だと思ってる。タバコのポイ捨ては厳罰にしてほしいぞ。私たちは日本とは勝負にならない。民度が違いすぎる。でも去年藤山でゴミ拾いに参加した時には16トンのゴミが集まったよ。彼は日本でもゴミ拾いをした方がいいんじゃないか。日本から文明を伝えにイタリアにやってきたという傲慢な考え方が彼の中にあるわけじゃないのよ。今住んでる街をきれいにしたいと思ってるだけ。
今大阪に住んでるんだ。毎週末近くの公園を近所の人たちが掃除をしてる姿を見かけるよ。子供からお年寄りまでいろいろな人が参加してゴミ拾いや落ち葉の掃除とかをしてるんだ。小さい頃からの社会の一員であることを教わって育つ。だからこそあの青年のようにゴミ拾いだって苦としないんだろう。日本人はゴミをポイ捨てすることがないもん。路上ですらきれいに保とうというメンタリティがあるから、俺たちも見習わなきゃまずいよ、本当に。街の清潔さは最もわかりやすい文明との指標だよな。彼は称賛を受けるに値する。ありがとう。イタリア人よ、彼を見習ってくれ。掃除はしなくてもいい。ただせめてポイ捨てするのはやめよう。日本人がゴミ拾いをしている様子を映した動画を今週だけで他に3本見た。彼らが戦後すぐくらいにこっちに来てくれたら、もしかしたらナポリは終わってなかったかも。ナポリも他のイタリアの都市と比べれば綺麗という現実。日本人はこの世界における偉大なる文明人だ。俺が言えるのはただただそれだけ。街ごと日本人に任せたい。そしたらきっと欧州で一番パワフルな都市になるさ。保証するよ。日本だと路上でタバコが吸えないからね。代わりに小さな喫煙スペースがたくさん設置されてるの。道路は公共の場だからちゃんと尊重されてるんだよ。ここのみんなは日本に行ったことはある？文化も教育も制度も他のどの国とも違うよ。例えば電車が数秒遅れただけで迷惑をかけたことに対して謝罪するんだ。イタリアじゃ考えられないでしょ。なんで私たちにはできないんだろう。車の窓やバルコニーからゴミを投げ捨てることはもうやめて、自分たちの街を尊重することを学ぼうよ。北部の人たちがなんとなく南部を見下しているのは、まさにゴミのポイ捨てが多いことに理由があるんだと思うわ。ナポリ人よりナポリを愛してくれている。あのワンダフルな日本の青年を強く抱きしめたい。PS、日本人は文明度の面で遥か彼方先にいるよ。日本万歳。やっぱ日本人は別の惑星から来たんだろうな。民度の高さが人類の限界を突破してるもん。軍人の数はもう増やさなくていい。代わりにイタリアで暮らす日本人の数をもっと増やそう。恥ずかしさと畏敬の念が混じり合ってる。自分の故郷じゃないのにここまで大事にしてくれてるんだ。心からの敬意を表したい。日本は偉大な文明の模範だよ。ナポリに暮らしてるのが日本人だったら、この街はもっと綺麗な場所だったんだろうな。以上が海外の反応です。イタリア人さんは本当に感動のようですね。日本人の私もなんだか誇らしくなりました。日本人がゴミを拾う文化はこれまでもサッカーワールドカップやラグビーワールドカップのスタジアムでよく見かけられ、海外でも話題になりました。例えば日本代表が使ったロッカールームをベルギー戦終了後にきれいに片付けて帰った様子は世界中から称賛されましたが、この写真をイタリアの大手新聞も掲載。日本の30分が世界を変えるかもと題した記事を発表しました。この記事では、日本代表は戦いに敗れたとしても、対戦相手と握手をし、涙を飲み込み、床にゴミ一つ残さずテーブルにありがとうと残していく。この熱狂的な世界でもそれを可能にすると称賛しました。そして、ほんの30分でも15分でも日本人になれたらなんて素晴らしいことだろうと、日本の文化を見習うべきとの提案をしています。でも、そもそも日本人はいつからなぜゴミ拾いを始めたのでしょうか？どこに起源があるのでしょうか？調べてみると、日本のゴミ拾い活動は首都東京で始まったとされています。首都美化運動の原型を形作ったのは1954年に開始された街をきれいにする運動とのことで、戦後の危機的な社会経済状況から脱し、国内外からの観光客の増加や国際イベントの開催によって外からの目が意識されるようになったことを背景に、1954年4月から東京都によって1年間実施されたものとのことです。今や世界的に綺麗だとされる東京も、その頃はとても汚い状況だったようです。そのような中始まったのが、この街を綺麗にする運動です。
これは単にゴミ拾いをするというものではなく、都民の公共意識の高揚を狙って行われたのだそうです。計画の実施にあたっては、公園、街路、駅前の美化、公衆トイレの清潔保持などを実行することが掲げられました。運動を推進するため、団体・個人の表彰やモデル地区を設定のほか、標語やポスターの掲出、メディアの利用、コンクールの実施、学童の作文募集などの周知活動も行われたとのことです。東京都が清掃をすべて担うのではなく、都民の意識を高揚しつつ、みんなの力で首都をきれいにしようとしたようです。日本人の習慣ともいえるこのゴミ拾いは、今や日本が世界に誇れる文化の一つとして発信され、また他国にも広がり始めています。こういったゴミ拾いの輪が、こうした日本だけではなく世界中に広がっているのはとても嬉しいことですね。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄へお願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。